皆さんこんにちは、大村拓也です。ですね、今ランニング中です。っていうのは冗談なんですけど、わかりますかね。一つ前に上げた動画が、8K の映像を、ちょっと、出してみたくて、で、これが通常の映像です。景色というよりかは、動いてるものをこう、あ、ちょっと川に行ってみましょう。動いてるものを撮った方が、綺麗に、よいしょ。うわ。綺麗に映ると思うので、撮ってみましょう。8K の映像がどれだけ綺麗に映ってるか。まだ自分のテレビも 8K 対応してないんですけど、風が強い。で、雨がですね、強く降って、うわ、こんな感じ。雨が強く降って、水かさが増して、で、川こう流れてるので、全部草が倒れてますね。8K の映像では、まあ、景色というよりかは、こういう川の流れてる、動いてるものを撮った方が、やっぱり綺麗に映るなっていう、印象を受けました。ちょっと見比べてみましょう。先ほどもここ同じ場所から撮ったんですけど、これが通常の、何ですか、映像です。で、一つ前に上げたのが、4K 映像。あ、すいません、8K 映像。こんな感じ。違いが、わかりますかね？今日ちょっと水が、綺麗ですんで。綺麗って言っても、めちゃくちゃ綺麗なわけではなくて、やっぱり雨降ってるんで、ちょっと濁っていますけど。せっかくなんでですね、この、流れが穏やかなところの、アメンボがいますね。アメンボさんのところに今から水中カメラを今度つけたいと思います。はい。じゃ本名はの川。まあ、水質といってもあんまわからないと思うんですけど、ちょっと中を見てみましょうか。ということで、本日は前回の動画の、見比べ版ということで、全く同じ景色を、ちょっと水中は撮りましたけど、全く同じような景色をお届けしました。ちょっと川を、
何ですか、ウォーキングしてると思うんですけど、緊急事態宣言が出て、外出の自粛が出た時ぐらいから、川をウォーキングするであったり、ランニングだとか、ちょっとレベル上げてジョギングぐらいする人が多いですね。私もそのあたりくらいから初めて、トレーニングしてます。それでは、今から仕入れに行きたいと思いますので、本日のご視聴どうもありがとうございました。久しぶりにですね、晴れて本当良かったなと思います。いい景色ですね。それではまたお会いしましょう。